ひらひらと舞う桜が美しい季節になりました。残された木々の様子をリポートで見ていきましょう。東京都中央区からいただきました。花いかだということで、流れる花びらも綺麗ですね。では続いて埼玉県からです。桜が散り始めました、葉桜にもなりましたということで届いております。こちらも成長がね進みました。では続いて山口県です。桜は葉桜に移行中ということで、緑の部分も徐々に増えてきましたね。では今後の予想も見ていきましょう。桜レーダーです。関東から西日本は花びらが舞う様子が楽しめそうです。そしてこれから桜が開花する東北などは成長の過程を楽しむことができそうです。散りゆくからこそ桜は綺麗なのかもしれませんね。